シアゴ・アウベスは、ブラジルの男性総合格闘家。セアラー州、ホルタレザ出身。アメリカントップチーム所属。ゲンビー KFC ミドル級王者。強烈な打撃と、抜群のテイクダウンディフェンスを持つストライカー。15歳の時に、ブラジルでムエタイを始め、17歳の時に、総合格闘技の練習を始めた。19歳で渡米し、アメリカントップチームに入門した。 2001年10月8日、プロ総合格闘技デビュー。2005年10月3日、UFC 初参戦となった、アルティメットファイトナイト2で、スペンサー・フィッシャーと対戦し、三角締めで一本負け。2006年12月30日、UFC66 で、トニーで総座に小勝ちを収めるも、試合後の検査において、禁止薬物の一つである利尿剤の陽性反応により、 ネバダ州アスレチックコミッションにより8ヶ月間の出場停止処分と5000ドルの罰金が課せられた。2007年9月19日、UFC ファイトナイトトーマス VS フローリアンで広中ナカクニカと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ち。11月17日、UFC78 でクリス・ライトルと対戦し、左まぶたをカットさせドクターストップで TKO 勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローズンでカロパリジャンと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ち。2008年6月7日、UFC85 でマットヒューズと対戦し、飛び膝蹴りでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。この試合は、 アウベスが4ポンドの体重超過をしたため175ポンド契約で行われた。2008年10月25日、UFC90 で女子コスチェックと対戦し、判定勝ちで7連勝となった。2009年7月11日、UFC100 でジョルジュ・サンピエールの持つ世界ウェルター級王座に挑戦し、テイクダウンを奪われ続けての判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2010年3月27日の UFC111 でジョン・フィッチと対戦予定であったが、開催2日前の25日に行われた CT スキャンで脳の異常が見つかり、ドクターストップがかかり、欠場となった。2010年8月7日、UFC117 でジョン・フィッチと対戦し、0から3の判定負けを喫した。この試合は、 アウベスが1.5ポンドの体重超過をしたため171.5ポンド契約で行われた。2010年12月11日、UFC124 でジョン・ハワードと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年3月3日、UFC4FX2 でマルティン・カンプマンと対戦。試合全体をコントロールするものの 3R 後半に、 仕掛けたタックルにギロチンチョークを合わせられ一本負け。その後、連戦による負傷が原因で、約2年間オクタゴンを離れることとなった。2014年4月19日、UFC オンフォックス11で、セスバジンスキーと対戦し、3から0の判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。 2015年1月31日、UFC183 でウェルター級ランキング13位のジョーダン・メインと対戦し、右ミドルキックで小勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年5月30日、UFC ファイトナイト、コンデット VS、アルベスで、ウェルター級ランキング4位のカーロス・コンディットと対戦。コンディットの肘打ちで鼻を骨折し、 ドクターストップで TKO 負け。2016年11月12日、ライト級転校初戦となった UFC205 でジム・ミラーと対戦し、0から3の判定負け。2017年4月8日、階級をウェルター級に戻し、UFC210 でパトリック・コルテと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年9月11日、 ベアナックルボクシングデビュー戦となった BKFC12 でジュリアン・レーンと対戦し2から1の 5R 判定勝ち2021年6月26日 BKFC18 の BKFC ミドル級初代王座決定戦でユリシーズ・ディアスと対戦し 3R 終了時にドクターストップで TKO 勝ち王座獲得に成功したありがとうございます